ごめんなさい。私はロイドに嘘をつきました。世界再生の旅は今まで大勢の巫女が失敗してきた危険な旅です。大好きなロイドを巻き込みたくなかったの。私が頑張って魔物やディザイアンを沈めるから。ロイドは再生された世界で平和に暮らしてください。今まで仲良くしてくれて本当にありがとう。ロイドに巡り会えて私は幸せでした。対 F19 に接触し我らの同志を消滅させたことはすでに紹介済みなのだからな。なんということだ。屋上には関わるなとあれほど念をしたのに。ごめん。貴様の罪にふさわしい相手を用意した。
協力する。油断するな。ホステス、やはりあの子ぞエクスペアを装備しています。やはり我々が探していたエンジェルス計画のものか。それをよこせ。嫌だ。これはお前らに殺された母さんの形見だ。何を言うか。前の母は逃げなさい、ジーニアス・ロイド。何今の声。まさかマーブルさん。そんなバカな。離れて。牧場の人は死んでもいいの？どうせ牧場の人間なんてあそこで口
ち果てる運命じゃないの。そうだ、余計なことをしなければ死ぬのはそいつだけで済んだ。なんて汚い。もうよせジーニアス、今回のことは出ていきます。村長、こんな子供にそこまで厳しくしなくても。何を言ってるんだ。こいつのせいでたくさんの人間が死んだんだぞ。ロイドは悪くない。牧場に誘ったのは僕だ。だから僕が悪いんだ。それでもディザイアンが狙っているのはロイドだ。それにロイドはもともと村の人間じゃない。ドワーフに育てられたよそ者だ。僕も出ていく。僕も同罪だ。ジーニアス。ならば仕方がない。村長権限でここに宣言する。ただ今をもってロイドとジーニアスを追放処分とする。出ていけ。出ていけ。巫女様を追いかけて守ってやっておくの。そうすることで世界が救われれば、きっと皆の気持ちも変わるじゃろう。ほい、きっとそれを望むはずだ。あなた、償いはする。俺のせいで亡くなった人のためにも、必ずコレットを守るよ。ついていく。ロイドが追放されたのは僕のせいだもん。だからずっとついていくから。なあジーニアス、そのエクスピアはお前が装備しろ。マーブルさん。要の門の使い方はゆっくり説明するよ。Bye.
you